です。美容師かなおです。美容師かなおたくです。ヘアメイクかなみです。えみです。今回の動画は原宿の美容学生でメイク伝言ゲームをやってみました。イエーイ。イエーイ。この企画はコムドットとトワさんがやっていた企画なんですが、面白そうだったので美容学生がやってみてどうなるかという検証をしてみます。メイクの勉強してるから伝言できそうな気もするけど、男子がいるからどうなるかな。俺美容師家だからさ、あんまメイクとかしないから、うん、ちょっと厳しいかもしれないけど頑張ります。頑張りましょう、はい、頑張りましょう。それではやっていきます。ショー。それではルール説明をしていきます。まず私の毎日メイクを次の人に10分以内でメイクをします。で、そのメイクをされた人は鏡を見ないでそのまま次の人にメイクをします。で、順番にやっていって、で最後の人が私に、その毎日メイクをしてもらって、まあ、いかにね、再現されているかということを検証していきたいの で、ね、成功するといいですね。いいですね。頑張ります。頑張りましょう。それでは私の毎日メイクをエミちゃんにしていきたいと思います。ちょっと10分なんでね、かなり急ぎ目でいきますね。スタート。まず眉毛ですね。こちらを使います。はい。あ、でも眉毛あるので、まあ、私の毎日メイクだと眉毛めっちゃ濃いから目尻だけ大体出すっていう。あ、そうなんだ。そう、大体平行に。平行、はい。まあ、皆さんの眉毛も平行になって帰ってきて、私の眉毛も平行になってもらおうという。そして眉マスカラ。ちょっと私髪明るいのでこの明るいやつで、まあ、ほとんどなんかもう眉毛消すみたいな感じでやっていきます。今んとこまだ覚えられる。でもしいい感じにメイクしてもらえたら、そのまま帰りますので。はい、眉マスカラ終わったのでアイシャドウいきます。今日はピンクメイクしたら、ベースは左下の薄いピンクを塗っていきます。左下の薄いピンク、はい、分かりやすいメイクがいいかなと思うので広めにこちらの色を塗っていきます。これはベースなのであんまり濃くはなってないんですけど重要ですね。下にも塗ります。結構広めに。そしたらキラキラにしようかな。今日はこの真ん中の下の色を、はい、まあ二重幅ぐらいに。え、これやばいね。忘れちゃうよ。え、あと7分。下は目尻側半分。目尻半分。最後暗い色いきます。右下の色にします。この暗い色、はい、お、目頭と目尻で本当真ん中を高くする感じ。あー、なるほど。で、私は垂れ目にしたいのでここは垂れさせる。ちょっと待って、本当に難しい。これガチやばいね。あ、オッケーオッケー、私っぽいわ。下はちょっとここ目尻開けて暗い色入れます。待って、難しいよ。地雷ライン的なやつを引きました今。あ、なるほど。ラメを乗せます。ラメを中央に乗せます。これで立体感が、立体感がもうねめちゃくちゃ出る。めちゃくちゃ出る。アイライン引きます。やばい、いろんなの置いてあるから。垂れさせます。目尻だけ引きます。こんな感じで、涙袋の影。もうこれ絶対やばいね。どうしよう、これ下にもつけておきますね。これで涙袋もくっくりで、ちょっと目頭寄りで塗ってます。はい、マスカラします。はい、マスカラ茶色です。あ、でも3分余裕じゃない。チーク塗ります。なんか結構横からこうこの辺に塗ってるかも。伝わる？伝わってないじゃん絶対。チークオッケーなのでリップを塗ります。冬なので茶色っぽくしようと思います。じゃあ軽く口開けてください。あと1分半。ハイライトします。はい、ハイライトはここ横側ですね。頬が出っ張ってるところに入れます。ちょっと鼻も入れます。はい、てっぺんとここ鼻シェーディングします。ちょっと混ぜ気味でいきます。はい、これも先ら辺とちょっと根元、鼻のところ、どこ、ここ眉頭らへん、つながるようにこんな感じです。で、フェイスラインにもない気がする。終わり。かわいい、めっちゃ。あ、終わりました。イエーイ。え、めっちゃぴったりだった。ちょっとじゃあこれをね、ドキドキ、マジ頑張って。頑張ります。ちょっとすでに危ういですけど。危ういですけどね。じゃあ次の人にバトンタッチ。バイバーイ。バイバーイ。続いて私がタクちゃんにメイクをしていきます。じゃあやっていきますね。俺の方が不安なんだけどね。
じゃあ用意スタート、はい、まずは眉毛、はい、覚えてこの黒の眉毛描くやつで、はい、平行気味ですね。なんですかそれ。ああそういうことね。で眉頭が濃いから、うん、あんまり眉頭描かないそうです。外側をね。あそうそうそう。眉マスカラをします。なおちゃんは髪が明るめだからちょっと明るい、あなるほどね、マスカラでアイシャドウ入ります。ここからですね。一番左の一番左下、ね、一番左下、はい、2段しかないけどね。まずベースを作ります、はい、広めに。広めにね、はい、あ下にもやんの。半分広めに。なんてやばい。この真ん中、一番真ん中の下、二重幅に。二重幅塗ります。ちょっとキラキラしてる。集中しちゃってんじゃんもうメイク。何の時忘れちゃった。大丈夫。下まぶたの3分の1ぐらい。どっち側。目尻3分の1ぐらい。あはいはいはい。でそしたら次一番右下。じゃあ下しか使わないと。まあまあまあそれは後で後で。どういうこと。おう、なおちゃんは垂れ目にしたいから、うん、この目尻に塗ります。おー、いい、かわいい、かわいい。ちょっと嬉しくなるね。ちょっと、うん、今韓国とかで流行ってる地雷盛りライン。ちょっと疎いっすね、韓国は。工程を忘れてました。きたきた。この目頭にも塗ります、うん、全然覚えらんないわ。そしたらラメを塗ります。ちょっと待って、多くない。もうそれ終わる。これ使うの。もう終わる。この左から2番目、上の左から2番目、はい、でこの真ん中、うん、真ん中ね、はい、涙袋に塗ります。アイシャドウ終わりです。はい。そしたらマスカラ。まつげ長。ありがとうございます。続きまして涙袋を描きます。さっき描かなかった。ない。ちなみに今何分。え待って、1分30秒しかない。マッハで頼む。はい、アイライン、うん、アイライン。これは垂れ目に。垂れ目に。ちょっと説明する暇ありません、うん、チーク。はい、チーク。チークは横長に。どれですか、どれですか。これです。はい、これ全部混ぜて、はい、全部混ぜてね。次は、ハイライト。ハイライトもここですね、はい、あの頬が一番出っ張ってるところですね、はい、鼻にも入れます。おうおう。はい、シェーディング、うん、鼻の付け根、はい、大丈夫かこれ。先っちょと、止まってよ、こちらで、ね、もう説明、はい、説明放棄してんじゃん。リップはこのブラウン、覚えて。はい、頑張ります。はい、終わりです。本当にこんな感じのメイクになりました。ギリギリで説明してる暇なかったんですけど、はい、まああとは任せました。任せていただけました。はい、じゃあそれではバイバイ。はい、では俺が今度はアミちゃんにやっていきたいと思います。不安しかないですか。頑張ります。では10分もう測っていいの。確認せんくて大丈夫。確認します。これがまつげだね。これが眉毛だね。これ使ってなかったわ。よーい、スタート。まずは眉毛から描いていきます。ちょっと頼むで、ほんまに任せて。なおちゃんはね、平行眉らしいですわ。ちょっと待って。眉頭の毛が濃いらしいのよ。だから外側から描くんだって。ほんまに大丈夫。うん、でこれで、あのね、なおちゃんさ今髪明るいやん、うん、だからこれで色つけるらしいわ。めっちゃ手震え。で次にアイシャドウってやつをつけるらしいわ。先に言うよ。これ、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 そう、まずは薄いのからや。オッケー。でこれはここに乗せていくんだって。で次はこれや。でこれは二重幅に描くらしいわ。鏡見たらびっくりする。あれ、うち意外と可愛いって。マジ、うん、でこれを黒目の上ら辺までついてた。結構濃いんだねこれ。これをなんかどっかに乗せるっつって、うん、あ、そうそうそう、垂れ目にしたいらしいの、なおは。だからちょっと下に向けてこうやってやるらしいの。お、いいじゃん。いいですか、それは。これはね、涙袋つってた気が、うん、あ、あ、違う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 、これをね、涙袋に乗せんだ。違う、こっちだ、こっちこっちこっち。え、それを涙袋。そうそうそう、そうで、これですね。え、これさ、大丈夫、うん、アイラインですね、うん、これが不安です、僕は。で、これも垂れ目にしたいらしいの。だからちょっと下になって。あと2分です。で、次、ハイライト。ここや。ここ。あと、頬もなんか張ってる言うてたわ。でも、先にチーク乗せた方がいいんだ。これなんか全部混ぜろって言ってたわ。で、ほっぺたや。この辺や。かわいいかわいい。残り1分ね。シェーディングどうたろこたろみたいなこと言ってた。
ここに寄ってた。おやっとった、うん、で、リップはブラウン系や。あと25秒や。オッケー。お、いいじゃん。はい、こんな感じです。めちゃめちゃ可愛い。ほんま？うん、では次の人にバトンタッチいたします。はい、では次は私がタクちゃんにやられたので、最後になおちゃんにやっていきたいと思います。タクちゃんに言われた通りにやりたいと思います。10分開始。イエーイ、スタート。じゃあまずマイクからやりたいと思います。なおちゃんは平行もよろしくて、なんかすんごい平行に書いてたような気がする。自分がどうなってるか見てないもんね。そう、見てないからわかんないよね。眉毛めっちゃ可愛いよ。でもなんかタラスとか言ってる気がする。なるほどね、ちゃんと言ってるわ。で、なんかここが前がなんか毛が少ないから手を生やすみたいな。何も言わないでおくわ。と、じゃあ次行きます。はい、眉マスカラをしますね。眉マスカラはなんか言ってました。眉マスカラ特に。じゃあアイシャドウ行きますね。たくちゃんはこれとこれとこれとこれって言ってたんで、まあその通りに使いたいと思います。ちゃんとな、その通りに使いたい。そう、こういう感じで。で、なんかこのラメを乗せて、なんかこれをまあとりあえず二重幅に入れるか。はいはいはい、一番濃い色だ、これで。これを黒目に乗せる。うんうんうん、OK。 で、なんか乗ってます。のうちゃんは垂れ目らしくて、お、これでなんか垂れ目にするらしい。ここでもあみは、え、なおじゃんって言われた、たくちゃんに。お、そう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 、うわ、ちょっとなおっぽいわ。で、アイライン引きますね。はい、なんかなおちゃんは垂れ目がいいらしくて、垂れ目に引きますね。これマスカラなんだけど、使ってない。涙袋かけますね。待って、涙袋にこれ乗せるわ。これ、じゃあいくね。はい、タクちゃんはこうやってぐるぐるぐるってやってたんで、このまま何にも払わんと乗せてたんで、乗せます。めっちゃいい。シェービング？これはなんかタクちゃんここに入れとった。お、こうやって。ここね。うん。じゃあ次は。大事よ。これなんか鼻に。おー。乗せてた。乗せてた。すごいの。乗せてた。おー。あー、いいですいいです。いいですね。良すぎ。じゃあ次リップいきます。なんかタクちゃんが言うにはもう茶色。やっぱり21分。終わりました。あ、完了。じゃあこれからみんなで集まってお披露目会をしたいと思います。行ってきます。バイバイ。バイバイ。それでは結果発表ということで、イエーイ。じゃあちょっとみんな見合おう。はい、そうだね。せーの。やべ。眉毛やばくない？男がやると多分薄くなると思う。あ、眉毛難しい。難しい。いや、内側で気になってるので、ね、タクジェンピーなんでここのハイライトがね、テッカテカなの。わかる？これハイライト。テッカテカ。え、これやってみてほしいね。え、結構楽しい。おもろい。みんな可愛くできたということでね、うん、メイク伝言ゲームいかがだったでしょうか。俺のメイクを参考にしたいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それじゃあバイバーイ。また見てねー。